15万円のガチライトトラップでクワガタカブトムシ大量捕獲してみた。あ、承知の周知。承知の周知。オスだオスオス。本当だ。でかいでかいでかい。いる。待っている。本当だ。やばい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 。でかい。けい。どうも花子です。沖本です。今日はね、今日はねということでですね、やってまいりました。今回の企画なんですけども。15万円のガチライトトラップでクワガタカブトムシ大量捕獲してみた。こちらやっていきたいと思います。ついに来ましたね。来ましたね。待った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 、この時期をずっと言ってたもんな。お前やりたいやりたいって。もうね、本当に半年以上前からいろいろ準備して、ライト買ったり、ライトをつけるためのポータブル電源買ったりって準備してきてて、ついに今宵はい、使うことができますと。はい。うわ、虫やばって。久々に今回夜の森ですよ。はい。わかります？映るかな？あー、映ります。とりあえずいろいろ紹介したいものもあるんで、早速紹介していきたいと思います。それでは行きましょう。さあ行くぞ。さあさあさあ、やってまいりましたよと。はい。まずこちらドカン。あらら。今回の主役たち。うん。これをまずセッティングしていきます。はい。ライトトラップって結構条件厳しくて、うん、クワガタ取るのもそんな、じゃあ山行ってライトつけとけばクワガタ大量捕獲できるのかって言ったらそうではなくて、はい、風がない日。うん。今日風ないんですよ。ないですね。そして時間帯的には、日没から約夜10時までが激アツ、うん、はいはいはい、タイミングバッチリ。そして月が出てないっていうのが重要なんですよ。おっと、今日は？で、月が出てると月の明かりに負けちゃうんで、このライトが、うん、ライトに飛んでこないんですよあんまり。はい。だから月が出てないっていうのは新月もしくは曇りで、うん、月が隠れてる日、うん、今日見てください。いや、月出てないですよね。バッチリでしょや、これ。新月じゃないんですけど、はい、曇りなんで月が出てないんですよ、うん。そして場所、広葉樹の森がにライトを当てるんですけど、うん、その周りが結構広い空間じゃないとダメなんですよ。はい。なぜかっていうと、そこに途中に木とかが、障害物があったら、そっちにライトが反射しちゃって、うん、奥までライトが届かない。だから理想で行くと、広場があって、そっからライト照らして奥の森を照らすっていう。うん。ここ見てください。広いですよね。広い広い。障害物ないですよね。広い広い。障害物なくて、今回あっちの山に、はいはいはい、ライトぶち当てて、最高の条件でしょ今日。この場所見つけるのも僕大変でしたから。はい。しかもここら辺は もともとあのクワガタの実績もある場所。はい。ただ一つ、気温。ああ、これが、はい、できれば20度以上欲しい。うん。ただ今日18度。ちょっとね、ちょっと肌寒い、うん、でもしかしたらもうちょっと時間経てば17度どんどん下がっていっちゃうかもしれないんで、はい、まあ、ちょっと時期も早いっていうのもあって、うん、まあ、そこは仕方ないかなと。もう、ま、待てないんでそう、待てばいいものの待たないんだよね。いや、待てないんですよ。まあ、オープニングタイトルサムネにもある通り15万と、こちらガチのやつ、素晴らしいね。まあ、このライトが15万ってわけじゃないんですよ。このライト含め、ポータブル電源含め、このライトトラップをやるにあたっての装備一式15万。うん。これで一匹も来なかったらどうしよう。本当にどうすんのよ。まあ、条件は悪くないと思うんですよ、今日。うん。ついにお前の出番が来たぞ！うわ、すげえな、なんかこれ。こう見るとよ。やばいべ。ガチ勢だ、ガチ勢。ガチ勢だべ、マジで。うん、しかもこれ、ライト買うときにプラス3000円で、紫外線透過ガラスっていうのもオプションでつけてるから。これついてんのかい？ついてんの。しっかり。ガチャンと刺します。おー、なんだこれもうこれで準備完了じゃない？いきますよ。ちょ、一回やってみようか。で、これ電源オン、3、2、1。あ、ちょっとあ、まだ電力が安定してないかな。おおっと、消える消える消える。あれ、大丈夫かい？いや、消える。ちょっと待ってくれって、ちょっと待って。そうだべや、待って、故障とかないよな、まさかの。一瞬つくけど消えるんだよ。うん。お、あ、来たぜ。来た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 。うわ来た。うわ、見て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 、すげえ。届いてんの分かる？分かる分かる。光届いてる、すげえ。
きましたー。あーすげえ、虫の量だ、もうすでに。うわ、もう飛んでるね。もう飛んでる、ちっちゃいのだけど。すげえな、このライト。いや、やべえ、虫もう飛んできてるって。やべってこれ、紫外線に反応して。もうちょっと前出しちゃおうか。もうちょっと前出そう。張り切って、森が照らされて。いやーすごい、ここから見たら虫の量がなんかすげえ綺麗なんだけど。イルミネーション、イルミネーションだよ、マジで。マジで来てくれ、頼む。これね、僕うまくいけば、うん、一晩で100匹も夢じゃないと思ってるんですよ。言ってたね、それは。そして俺今年1000匹取るっつってるから、クワガタ、カブトムシ。言ってた、それも言ってた。合計これでお前1匹も来ないなんてなったら、もマジで頼む、マジで来てくれ。せめてさ、何匹か来てほしいよね。ちっちゃいメス2匹とかだったら。いや、それでも来たことに変わりないから、いいでさ。やっぱりオス欲しいじゃん。うわ、気持ち悪い。俺が無理なんだよ。俺も無理。いや、とりあえず一匹来てくんないと焦るって、マジで。確かに、本当に来るのかっていうのもあるから。もう全然来てもいいんだもんね、だって。いい。さあ、ということでですね、はい、あれから30分ぐらい経ちました。はい、結構でっかいガも飛び始めたんですけど、いまいちね、カブトムシクワガタが飛んでくるのが見えないんで。見えないですね。ちょっと一旦周り偵察しようかなと思いまして。あの、落ちてる可能性もあるから。うん、これ行っても俺取りに行けねえぞ。うわ、ブンっつってる。うわ、でっけ、ちょっと待って、でっけ、あ、でっけがいる、あそこに。きついな。ちょっと、そしてライトの位置ちょっと変えたいんですよ。うん、行けるか、お前。さっさだよ、さっさ、もう。うわ、でっけ。いや、無理だ無理だ無理だ、これ。ちょっと待っててください。あの、こんなこともあるかと。僕はね、ガがすごく来るっていうのはもう、承知の周知。承知の周知ね、承知の上じゃないの、周知の事実なんですよ。はい、ちょっと待ってて。なになになに、やー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 、ちょっと待って、誰誰誰、絶対が寄せ付けないマンです。いやいや、これよく見る、あの蜂のさ、蜂駆除の人じゃないの。蜂王です。蜂王。いや、最強だべ、あれも。いや、元気かい、みんな。挨拶までした。位置でも変えようかな、よいしょと。いやいやいや、普通に変えちゃってるもん。無理だ。はい、今ですね、はい、開始から約1時間半、はい、今ね、確実にクワガタみたいなの飛んできたんですよ。飛んでたよね。いないってことは落ちたか、どっかに。どこら辺にいたっけ。この辺だよな、でもさっき。この辺飛んでたんだよね。あ、今のじゃね、今なんかあの音じゃね。いや、今なんかきつい。痛い痛い痛い、ね、ほら、足ほら、ほら、来てる来てる来てる、ほら、やっぱり。うわ、来た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 、ちっちゃいけど、ちょっと取るか、取ろう、待ってくれ。うーわ、あ、ミヤマクワガタですね。ミヤマのメス。1時間半かけて。1時間半で1匹よ、でも。さあ、ということでデイ2でございます。昨日は1匹でしたから、今日は何匹来るかと。喧嘩、今日はここでやっていきたいと思います。はい、見てください。え、クワガタ来てたの。来てました。とりあえずメス1匹来てました。来てましたね。開始から約30分以上経ってますけど。今、沖本のすぐそばにでかいメスが来たよ来たよ来たよ、飛んできましたね。明らかに飛ぶ音が違ったもん。やっぱり外にいたらわかるな。うん、2匹目です。昨日の記録更新しました。ただもうまだ2匹よ。ちょっと待って、今音がパタンつってんな。来た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 、オスだオスオスオス、オス来た。おお、ちっちゃいけど来たね、オスだ。よっしゃ、3匹目。今さっきの捕まえてからちょっとしてからだぞ。よしよしよし、いいぞ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 。え、嘘、どこ、ほら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 、ガヤベって来てるべや。オスオス、でっかいコクワガタ。え、ほんとだ。ちょっと待ってくれ。いいぞいいぞいいぞ。あ、でででで、あ、でかいでかい、どこ、でかい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 、ほんとだ、でかいでかいでかい、いるいるいる。オッケー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 、よしよし、5匹目。うわ、いいサイズ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 やな。うぅ、いやいい。あ、まだ羽出てる、飛んできたばっかり。うん、いる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 
当だ。来てる、やっぱり。来てるね。待って。オス、今飛んできたな、これな。うん。え、めっちゃ来てんだけど。いいね、いいね、いいね。やばい、やばい、やばい。あ、お前よく気づくな。また飛んできた今。ああ、いる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 。あ、待って、いる、本当だ。やばい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 。ほら、もうこんだけ。え、やばいってマジで。来てる。いやいやいや。あ、そいつかでも。じゃあもう一匹飛んでるどっかで。あ、いるいるいる。ゲッチュ。あ、いる。本当だ。いい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 。あ。入った。取れました、メス。楽しいな、これ音でわかるな。来た、メス。メスばっかりだな。来た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 。でかいでかい。でかい。今日一、今日一。うん。でかい。けっ。来た。よし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 。やべえ、マジで。大量すぎる。いる。さあ、ということでですね、約開始から2時間。立ちました。激アツタイムと呼ばれる8時から10時が終わったんですけども、今なんかね、まだ飛んでくる気すんだよな。もうちょっとやってみたいと思います。来たな、これは。あ、いる、上、うん、ライトに行け、ライトに行け。あれ、どこ行った、落としなかったの。あ、いた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 。おい、いた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 。オス、ちっちゃい。はい、ということでですね、2日目終了です。はい、結果発表の方行きたいと思います。お願いします。結局、まあ、3時間ちょっと粘ったんですけど、もうね、ほぼ飛んでこなくなりました。はい。いや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 、やばいって、この量。やばくないっすか。やばい。じゃーん。うわ、キモ。逆にすごすご。確実に大量捕獲でしょ。大量捕獲でしょ、これは。ライトトラップで全部、すべてライトトラップで飛んできたやつですからね。はい。1,2,3,4,5,6,7,8,9 30超えんのかな。超えそうだね。10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 40いくんじゃねえのこれ。33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46。うわ、あと4匹で50だったね。46匹ですよ。えぐっ。ということで、はい、昨日とは打って変わって46匹のクワガタを取ることができました。はい。これさ、今後もまあもちろんやっていこうと思ってるんですけど、うん、一晩で100も夢じゃないね、やっぱり。いや、ちょっとね、希望見えてきたよ、今日で。見えてきたよね。うん。ということで、今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあの。 I'm not a boy.